さん、村長さんやね。たまにマイルド書いてます、見てね。みんなマイルドうまいよね。この服も多分マイルドなんじゃないかな。ごめんね、めっちゃグイグイ押すけど。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速夢見の館へ。いらっしゃいませ、ラクジュエーションサロン夢見の館へようこそ。お越しくださいました。はい、ということで今回は人気住民ばっかりを集めた女子力の高いテディベア村に行ってみたいと思います。もっと夢見たい。お任せくださいな。では夢をお取り寄せするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということでテディベア村に出発。はい、テディベア村に到着。花壇がいっぱいある。夢の世界へようこそ。あなたは今テディベアという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときはもう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは都のテディベアの世界をご堪能あそばせ。雪降りよるよ雪が。はい、それじゃあ着替えをしていきましょうかね。なんかこの村はね、結構俺系の男の子の住人が多いらしいんやけど、家とかはすごい女子力が高いところらしいから楽しみにしていこうと思います。いいね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 。ってことで1軒目、なんか早速お城みたいな家なんですけど、君なの？女の子じゃないのね、住んでるのは。大輝くん、5300名来てくれたよ。あ、一応なんかこの夢見の館でこのテディベア村には5300人の人が夢見できてるらしいです。すごいよね、5300人。はい、それじゃあ1軒目の家お邪魔します。お、おしゃれ。いいね、いいね。こうなんか家の入り口とかにさ、こういうの敷いてるのすごいいいなって思うやけど私。これシャンクのとこのやつよね。なんか音楽もすごいいい感じやな。これ何？あ、塔や塔。エッフェル塔みたいなやつか。エッフェル塔？違う、ピサの斜塔か。別や。全然違うものやった。はい、それじゃあちょっと、左の部屋へ。あ、ここは、ファミレスみたいな感じかな。ね、ぽいよね、ぽいよね。いいね、いいね。びっくりした、なんかと思った。マスター。これマスターの声？っていうことかな。いいね、ファミレスとかすごい好きなんよね。なんかね、手軽にさ、めっちゃ美味しいし、いいことない？ファミレス。最近ってなんかすごい思うのが、サラダバーとかついてるとこすごい多いよね。なんかめっちゃいいって思う。健康的。なんか何頼んでもサラダバーとかスープバーとかがついてるとこが結構多くって、最近はすごくいいなと思うよる。はい、そして奥の部屋へ。お、すごい奥、なんかめっちゃ秋なんだけど。超秋なんだけど。そして和風な感じと中華の要素が。ベルの山が。ベル袋の山が。どうした？私さ、こういうさ、ちゃんとした中華料理屋、こういう回転テーブルがあるみたいなところに、あ、一回だけ行ったことあるな。一回だけ高校の同窓会であったわ、こういう回転テーブルの。そう、それぐらいしかないんやけど、なんかそういうお店にも行ってみたいなって思ったりはする。中華料理、中華料理屋さんってスケロクとかしか行かんもんな私。ちなみにスケロクは関東の方にはなかったんやったよね、前も話したけど。はい、そして右側の部屋へ。お、右側はなんかちょっと、なんていう、高級そうな雰囲気が漂った感じの場所やね。ここはきっと仕事部屋なんやろう。
ね、あそこには札束が札束が積まれている。じゃあなんかこれ見よがしにね、お金のお金がどっさりと置かれているんですが、めちゃくちゃ気になる超絶気になる。なんかこういうところってさ、なんか見よってめっちゃ思うけど、なんか本当に持っとる本全部読みよんかなっていうのがいつもめちゃくちゃ疑問に思ってるの。ほら、席の方とかさ、もうぐるっと一面本やん。ねえ、こういうの全部読んどんかな。私、絶対これ全部読んだとしても忘れるよ。てか、すっかすかやんたな。すっかすかやんたな。ちゃんと入れようよ。一応なんか分類してる感じなんかな。図書館みたいよね。はい、そして、2階へ。お、あ、2階は趣味部屋みたいな感じかな。いいね、いいね。この辺はなんか、漫画本めっちゃ積まれてる。実は、あの1階にあった部屋みたいな、あの本とかよりも漫画本の方が好きなんじゃない？え、ここにもお金があるんだけど、どんだけだよ。やっぱ一箇所に集めとったら、なんかそれ取られたらおしまいやけど、こうやっていろんなところに分散させておいておけば、まあ、もしかしたら犯人が取り忘れていったものがあるかもしれないみたいな。そういう感じ。そういう感じでいろんな場所に置いてるの、お金を。やばいよ。なんか全て取っていきたいもん。はい、そして地下へ。何？地下はなんか急激にちょっと殺伐としてるよ。爆発しない？怖い。怖い。なんかそれぞれ全然、ね、世界観が違って面白いね。まあでも一応男の子の家やったけん、大輝くん。ね。こういう感じ好きなんだろうね。好きなんだろうね。爆弾が爆発しそう、今にも。それを止めるやつ。卵って何種類かあるのか。私1種類しかなかったような気がする。そんなことなかったかな。なんかモンハンがすごく懐かしいんだけど。はい、そしてそして2軒目。この村はね、バラを中心に花は植えているそうです。カーナさん、村長さんやね。たまにマイデザ書いてます、見てね。みんなマイデザうまいよね。この服も多分マイデザなんじゃないかな。ごめんね、めっちゃグイグイ押すけど。お、お菓子の家や、お菓子の家。てかお菓子の城やね。お邪魔します。あ、かわいい。かわいい。いいね、いいね。この服いつも思うけどさ、某アイドルみたいな服よね。あの数字のつく某アイドルさん。いや、やっぱトランプ系の家具いいな。ね、かわいいよね。あ、これやん。これがエッフェル塔よね。え、違わんよね。これがエッフェル塔でしょ。ピサの斜塔とエッフェル塔。多分、きっと。はい、それじゃあ左の部屋へ。あ、かわいい。めっちゃかわいい。あ、見て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 。もしかしてすべての部屋に巨大なクマちゃんがいたりとかします？めっちゃいい。ほんとなんかこういうね、巨大なクマちゃんをもふりたいの。めっちゃもふりたいの。え？めっちゃ甘いもん食べるやん。今から結婚式？ちょっと、あれだよ。甘いもの食べてる場合じゃないよ。ちょっとでもスリムになって出なきゃ。ね。なんか、村長さん。この村を作った人は、ゆきみちゃんとか、チーフとかがすごい好きらしいんだけど、さっき向こうにチーフの写真もあったよね。これ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 。ゆきだね。
はい、そして奥の部屋へ。ああ、奥めっちゃ可愛い。あ、そしてやっぱりある。やっぱりあるよ。めっちゃ可愛いんだけど。超女子力なんですけど。ハッピーバースデー。誕生日パーティーがここで開かれているわけですね。なるほど、なるほど。いいなぁ。こんだけ広々とした家やったら、あんだけの巨大なクマちゃんが全ての部屋にあっても、まあ邪魔にならんよね。めっちゃいいやん。もはやね、この巨大なクマちゃんも椅子代わりと思えば。お、右側の部屋、こっちも誕生日パーティーやってるじゃん。続いてるんだな、こっちに。そしてやっぱり巨大なクマちゃん。かわいい。もはや収まってない。顔が収まってないあたりかわいい。そしてどの部屋もめっちゃなんか夢かわいいって感じなんやけど。あ、ももこちゃんやん。え、この時計ってあれなんや。テーブルの上にも置けるん。私壁にかけることしかできんのかと思っとった。へえ、普通に机の上に置いても使えるのね、あの時計。今度やってみよう。はい、そして2階の部屋へ。お、ここにはないのかと思った。あったよ。じゃ一番にクマちゃんを探す癖がついてしまった。ここはケーキ屋さん？ケーキ屋さん兼羽屋さんってこと？え、すげえ、そんなの兼ねれる？いいね、植物をめでながらケーキを食べるという素晴らしきやね。そしてなんかクマちゃんね、色とか服装とかもそれぞれ全部違うけん、じゃなんかそこもいろいろ見ていきたい。はい、そして地下へ。おー、いるよいるよ。地下のクマちゃんファンキーじゃねえか。あ、見て見て、チーフじゃないこれ。それかわいいんだけど。あ、ほら、ここに。あ、この部屋は、チーフ愛に溢れた。チーフ愛に溢れた部屋だったよ。さあ、チーフは好きな言葉、人の振り見て我が振り直せ。これはもう本当に思うよね。あの人なんなんマジでムカつく。あれ自分もやってたわ。みたいな結構あったりとかするけんね。あ、すごい楽器にもチーフの顔やば。ここはチーフルームなわけですね。え、かわいい。かわいい。見てあれ。額に入った写真もあるよ。いいね、いいね。そして3軒目の家。さあ3軒目の家はここか。どうもひまわりさん、お部屋を模様替えしたよ。こういう広い家やったら模様替えするのも大変そうやな。お邪魔します。あ、ここにはなんか中くらいのクマちゃんがいる。中くらいのクマちゃんがいた。もしかして全ての部屋に中くらいのクマちゃんがいるわけではないだろうか。いいね、こういうの。なんか家族で食卓を囲んだりするのってやっぱいい気がする。いや別にね、ワイワイ話したり、いや私基本的にあれだな、ご飯食べてる時も喋ったりしてるな。シーンとして食べるよりね。いやでも言うても私一人で食べてもみんなで食べてもご飯は普通に美味しいんやけどね。あ、やっぱり。え、なにこの部屋、ちょっと待って。クマちゃん大集合なんですけど。やばー。見て、超かわいい。いやー、ちょっと待って。全体を見たい。めっちゃ全体見たいけど見れない。でも超かわいいっていうの伝わる、この画面から。クマちゃんだよ、クマちゃん。めっちゃクマちゃん。もう語彙力。クマちゃん大集合なんだけど、やば。小さいのから大きいのまで。この角度やったら結構見える。でっかいクマちゃんの顔も見えるよ。かわいい。ふい、そして、いや、まさかのやったね。あ、クマちゃんおったおったって思ったら、思った以上におったんやけど。はい、奥の部屋。やっぱりクマちゃんいるのね。
子2人はくまちゃん大好きっぽい感じやね。やっぱテディベア村やけん。そこが名前の由来。まさかのちょっと人の方が先っていう。そしてピアノ。テディベア村か。テディベアめっちゃ可愛いよね。やばいよね。私もテディベアに埋もれて暮らしたいわ、ちょっと。さっきの部屋みたいなところで暮らしたいんやけど。おしゃれー。これなんやろ。果物かな。なんか、なんだろう、オレンジとかキウイとか、なんかそんな感じに見えるね、これは。はい、そして右側の部屋へ。お、右側はアイス屋さんや、アイス屋さん。そしてチェックのクマちゃん。いいね、31行きたくなってきたな。こういうのによっては行きたくなるよね。え、なんか普通に、なんていう、コンビニとかスーパーとかで売り寄るようなアイスもいいんやけど、袋入りのさ。こういう感じのケースからなんかちょっと選んでいきたいやん。よくない？あ、この時計も、この時計も机に置けるのね。てか壁掛け時計は全部置けるってことかな。このソファーかわいい。こういうなんか、なんていう、パッチワークのやつかわいいことない？いいよね。はい、そして2階の部屋へ。お、なんかプレゼントがめっちゃある。このプレゼントの中にもさ、テディベア関係のプレゼントいっぱいありそうじゃない？もうミニミニサイズのみたいな。だって確実にさ、こう何かしらプレゼント、テディベアあげたら喜んでくれるやろうなみたいなの分かるやん。いいね。いいね。プレゼントはでも選んでくれる時間とか、なんか私のために選んでくれようとしたみたいな、そういうのが嬉しいけん、物が何であれ嬉しいけどね。基本的に嬉しいけどね。はい、そして地下の部屋へ。お、地下はなんかちょっと落ち着いた雰囲気。そしてここにもやっぱり、お、レオパード柄やん、クマちゃん。私の大好きな大好きなレオパード柄やん。私がさ、前にライブ配信中に見せた、旅行先で買ったレオパード柄のスマホケース。あれさ、猫にガッて引っかかれてさ、ちょっとハゲたんよね。ショックなんやけど。普通にショックなんやけど。お、マスターたち料理してるの？いいね、いいね。マスター料理もうまそうやもんね。でもあのお店なんか、コーヒーしかない気がするけど、ちゃんと食事メニューとかもあるんかな。気になるー。はい、ちなみに、ま、この村長さんが気に入ってるのはチーフとゆきみちゃんなんだけれども、この村には人気住人を集めているということで、あと誰がいるかというと、アネッサーよ、見ない顔だね。他の村から来た人？あんまり突然現れるもんだから、うち夢でも見てんのかと思っちゃったよ。あはは、だってさ、夢だよ。夢でしかないよ。そして、他にいるのは、ハムスケ、ジュン、ユキミ、チーフ。そして、ロボ、ウルフリンク、モモコ、パッチ、アネッサ、シベリア。っていう、まあ、ちょっとね、人気の高い住人さんがすごい多く暮らしているらしいです。ぜひぜひ、夢の中に会いに来てくださいまし。ということで、今回は、この辺で、広場にたどり着けない。はい、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。人気住人ばっかり集めるってなんかめっちゃ難しかったんやないんかな。ね、カード使うにしてもなかなか手に入らんカードもあるやろうしね。
笑>